ズンガリプテルスは、ジュラ紀後期から、白秋前期に生息していた翼指竜阿目の、翼竜。中国で、初めて発見された翼竜であり、学名は、発見地である、ジュンガル盆地の地名をとって、ジュンガルの翼を意味する。模式種である、DY が発見されたのは、中国の新疆ウイグル自治区であり、中国の古石水動物学の草分けである、 幼少県によって1964年に報告された。その後も内モンゴルや韓国など東アジア地域の白秋前期の地層から本属、もしくは本属の可能性がある化石が発見されている。一方、本属はジュラ気候期にも生息していたらしいことが確認されている。化石の発見地点は東アジアから遠く離れたアフリカとドイツであり、 本属の分布は、当初思われていたより、時間的、空間的に広がっていることが確認された。翼海町はおよそ3から3.5メートル、頭骨町は50センチメートルと、その時代としては、比較的大型の翼竜である。頭骨は、幅が狭く、丈が高い。頭骨で最大の開口部は、微光と前眼かまどが一体化した、前であり、 それに比較して、小さな眼科は、その非常に拡大した微前眼科窓によって上後方に押し荒られた形になっている。後頭部にはプテラノドンほどの大きさではないが、同じような骨質の突起が後方に伸びており、それ以外にも前頭部から分部中ほどにかけて薄くて低い骨質量が存在する。この翼流の最大の特徴とも言えるのが、その上下顎である。 興奮先端には、歯が全くなく、ピンセットのような上下学先端が共に髪型に向かって反り返っている。後列後半部には、上下と共に、生倉頭のイボ状構造が並んでいる。このイボ状構造については、神聖の歯であるという見解と、顎骨が変化した突起でありすなわちズんがリプテルスは、無視であるという見解の、 二つの異なる説が存在する。翼流は軽量化のために鳥類と同様な中空度が高く骨壁が非常に薄い骨を持っているのが普通だが、ズンガリプテルスの仲間の場合、その頸骨などは比較的骨壁が厚いのが特徴となっている。それが真の歯であるかどうかについて考えをことにする研究者の間でも、その二部頭市場の構造が 獲物の硬い殻を噛み砕くための構造だったという点では見解の相違は見られない。そのピンセットのような口先も岩の隙間や砂の中から餌を拾い上げるためだったという意見にも特に異論はなく、これらのことから水辺の地表で賞金類のように貝類、甲殻類などの餌をあさっていたという生態が考えられている。フォベトール ノリプテルスなどの禁煙種と共に、洋が1964年に提唱した、ズンガリプテルス化に含まれるという見解が一般的となっている。洋はまた同時に、くちばしくち竜阿目、つばさ指竜亜目に続く、第三の亜目ズンガリプテルス亜目を提唱し、本族をはじめとする白亜紀翼竜がそれに含まれるという説を発表したが、 こちらの見解は現在ほとんど受け入れられていない。ただし、アモクとしてではなく上下として、土産がリプテロイディアを取る分類体系は、最近になってよく見られるようになってきている。DY の頭骨。ありがとうございます。